健康とか、はい、そういうのに気をつけてる感じもないんで、そこら辺がちゃんとしてほしいなと、思いますね。まあ普通のエロいおっさんですよね。あなた運がいいんだって。先生、錦鯉の渡辺隆さん、飲み屋でホステスが神客となっているそうです。怖いようなイメージの顔ですが、感想はお願いいたします。はい、これをね採用させていただいたのは、前ヒーリンちゃんからですね、相方の感想学のリクエストが来たんで、はい、まあこの相方もやったんでね、あのついでにこの渡辺さんもやっとくかと、はい、正則さんをやりましたからね。まあちょうど最近来たんでね、この錦鯉、やってみようかなと思って採用しました。まあ芸人さんのね、感想学の方がまあ緩やかで、ほんわりしてるので。もう最近ね、プロ野球選手の不祥事とかね、女性を襲ったとか、大体もう来る、ねえ、感想学リクエストが、もうガチガチの犯罪ばっかりなんで、もうこういう方がいいですよね。僕ね、まだ長谷川さんからいますけど、この、渡辺さんって、ほぼ見たことないですね。なんかでも、怖そうな表情ちゃうわ、面相してるような感じがするんですけどね。ほぼ見たことないな。あのね、坊主の長谷川さん、ばっかりこう、フィーチャーされるんで、この方、ほぼ見たことないですよね。むしろその、M1 グランプリしか、ねえ、M1 グランプリしか見たことないなっていう感じの、はい、字じゃないですかね。ああ、なるほどね。ちょっと政治家顔してますけどね。ちょっと政治家っぽい顔してますけどね。はい。表情が緩いな。まあ、そうな。ちょうどね、何も元の知識が一切ないんで、いいかもしれませんね。全く元の知識ないんで、はい。まあ、あんまね、芸人顔じゃないんですよね。はい。あんま芸人顔じゃないんで、中小企業の社長とかですね。はい。あとまあ、機械屋さんとか車屋さんとか、はい。の社長っぽい感じですね。東大阪ですね。僕ら大阪住んでる東大阪の、工場、の、社長でこういう感じの人多いですね。だからあんま芸人さん顔じゃないですよね。でも鼻の大きさが立派ですね。でもね、あんまりね、面相読みで言うとですね、そんな奇想ではないんですよね。はい。ちょっとね、これで売れたのが遅すぎたのかな。こっちの方が見やすいかな。これで見るとね、やっぱ売れたの遅すぎるよね。これなかなか逆に、見にくいですね。芸人の顔に見えないんでね。いや、むちゃくちゃ悪くもないですけど、はい。そうそう、町工場長顔ですね。はい。これは逆に見にくいな。芸人に見えないですね。はい。芸人見えないな。そう、唇も薄いんでね。面相読み取りで言うとそこまで、きっそうじゃないんですよね。これ浜崎あみと同じらしいですか。まあまあ言ってますね。はい。まあまあ言ってるな。まあなあ、一応見ていきましょうか。まあせっかくね、リクエスト来たんでね。でもね、これ、顔型はね、ぴったり彼に合っててですね。まあどちらかというと、若き時の成功というよりはですね、はい、中盤以降、人生の中盤以降に成功とかですね、運開く、はい、開運するという、そうなので、そこはぴったり当たってますかね。そこはぴったり当たってる感じはしますね。なかなかね、若き部分、日は運が開けないと言われてる顔なんで、そこはまあ、ぴったり当たっててよかったですけどね。でまあ、額は普通かな。広くもなく、はい、狭くもなくっていう感じ。額は普通で、そうですね、生え際緩やかなんで、まあ、優しく、意外にね、怖そうな顔にちょっと見えますけども、
まあ温厚で優柔不断、あと適当、あとエロい、そこら辺が、見えますかね。なんていうんかな、ぬるぬるしてる感じなんですよね。はい、あんまりこう争い事に向いてないというか、これパッと見の全体見で見るとですね、全体顔全体見るとゆるくぬるく生きていく感じで、でもなんか人生の後半あたりで、まあ、意外に成功してるみたいな感じの、はい、人ですね。とにかくね、ぬるま湯って感じ、の人です。ただね、この唇の部分とかで、口の部分がですね、自分以外の人に興味がないんですよね。はい、自分以外の人に興味がないんで、一人で ぬるぬるぬるま湯にで育ってる感じですかね。はい、の感じの人ですね。で、まあそうですね、中低部分もまあ吉居合わせ持ちで、はい、特に、悪くもないんですけども、むちゃくちゃ良くもないな。意外にですね、眉はですね、まあ、そのおっちゃんなんでそこまでむちゃくちゃカットはしてないと思うんですけども、眉は意外にですね、頭の回転とかがですね、早く、なんていうかな、そうだな、まあ、漫才師、でもまあそう、頭を使う商売が向いてるという言われる眉ですね。あとは家庭運ないって言われるんですね、これは。はい、だからそのまあ唇とか全部と合わせをしますと、自分一人で、コツコツ、やったりとかですね、自分一人でのことを考えてやるタイプで、家庭運が全くないパターンですね。家庭運がない、あと要するに人に興味もないんで、だからまあ自分のことだけをですね、ほいほいとやって、ゆるーくそこまで一生懸命しなくても、はい、自分のことだけホイホイやって、まあまあいい感じの結果を残していく感じで、他の人のことにあんまり興味がないので、まあその分楽なんですよ。はい、だからその長谷川さん、正則さんを背負ってる分めんどくさいなと思ってる感じじゃないですかね。まあ漫才師なんでね、その相方はしょうがないんで、別にその白状というよりは、まあ他の人に興味がない、人に興味がないパターンの人が多いですね。はい、だからそう、自分の、やることだけひょいひょいこなして、まあまあいいポジションとかを手に入れるっていう感じですね。だからまあいまいち長谷川さんのことには興味がないんじゃないかなっていう感じしますね。だからまあ、そうですね、そのレイファーストのように人の責任を、そう、背負いたくないんですよ。はい、人のことをあんま背負いたくないんですよね。だからほんわかほんのり、自分だけ困らずに生活できたらいいなーっていう感じですかね。そうそうそう、淡々とね。それいいように言って容量はいいって感じですね。あと鼻はねきっちり、大きいので、まあ仕事運、金運あたりは非常に良いと思いますね。鼻のちょっと人中長いのはね、やっぱ人中長いのとこう人中薄いんで、生え際とかで言うとやっぱエロですね、この人エロ。エロですけど、やっぱ人に興味がないっていう感じですかね。そういう感じで、人の、ことを背負いたくない、人に、責任を押し付けられる、そうそう、マリーさんの、そうそう、キャバと風俗とかも、そういう、要するにそういうことですね。彼女とか言うよりは、はい、彼女とか奥さんというよりは、そういう、パートナーとかエロパートナーっていう感じですかね。多分めんどくさいと思うんですよ、その他人の人生背負うのはね。だからもう長谷川さん、正則さんのみで、精一杯じゃないですかね。本当はもうそれも嫌なはずなんで、僕多分聞いてみたいですもん、この渡辺さんに。正則さんのことも本来は、背負いたくないですよねって、聞いてみたいですね。まあ目はちょっとね、そこまで良くないですね、目は。目はちょっとそこまで良くないですね。
ちょっとなんか闇がある感じがしますね、目が。だからその闇があるから、その一人でいたいんかなって気もするんですよね。何かこう、何歳のかな、今結構年いってますよね。はい。ものすごい、若い時にですね、こう、大恋愛を、で失恋したとかですね。はい。若い時傷ついたとか。はい。そういう感じじゃないですかね。まあそういうのも含めて今のこの顔になってですね、人とか相手どうこうよりも、まあ自分っていう感じですかね。そうそう、目に光がないというか、そうなんですよね。なんだろうな。とにかく、そういう風に見えますね。だから目が悪いというよりは、こう、自分で閉ざしてしまってるっていう感じですかね。あ、44歳。意外にあれですね、意外に若いですね。もう、アラホー、じゃあ、アラヒフぐらいかと思ったんですけどね。そうでも、ちょっといってますね。なんで、まあ、健康も少し気をつけた方がいいかもしれませんね。まあ、やっぱね、ぬるま湯っぽいんで、あんまりこのね、健康とか、はい、そういうのに気をつけてる感じもないんで、はい、だから、そこら辺がちゃんとしてほしいなと。思いますね。あ、そうか。結構年の差なんですね。長谷川さんが50過ぎてるんですね。渡辺さんは、もうちょっと若いっていうことですね。だからまあ、そこら辺かな。健康に気をつけてっていう感じですかね。まあ、あと心を閉ざしてる感があるんで、なんでだろうなっていう、気はしますね。そう、実年齢やっぱ老けて見えますね、そのニコちゃんのおっしゃる通り。痛風持ちなんですね。あ、そうなんですね。やっぱりもう、そう、やっぱ健康面がね、どう見ても良くない、に見えるんで。耳は喫緊合わせ持ちですね。はい。ちょっとね、まあ、このね、内輪がちょっと出てるのがいいのはいいんですけども、ちょっと難しいですね。耳がね、ちょっとボコボコしてるんですよね。なんでまあ、それは、いい面で言ったらですね、よくて、それもまあ、結構、知恵がある。意外に頭を使うんですよね、この人は。さっきの眉毛もそうなんですけどね。まあ、そこら辺はプラスなんですけども、まあ、とにかく、なんか心を閉ざしてる感じの人ですかね。耳カクカクしてるでしょ。まあ、個人に近いと思うんですけどね。まあ、女性不信なのか何かあったのか、ですけども、まあ、漫才師としてはね、この年で、その M1 を取ったのでね、非常にいいことですけども、こっからの幸せですね、まあ、健康運やばそうなんが、まず第一に、一つですね。あとは、ちょっと家庭運のなさ。なんか家庭運、健康運が悪いっていう感じですかね。そこと、あと、周りの、はい、対人運ですね。果たして、僕、彼のこと全然わかんないんですけども、正則さん以外にですね、知り合いとか友達とかいるのかなっていう、感じがしますね。まあ、エロいのはいいと思うんですけども、でも、相手のね、人生を抱え込む人ではないんでね、それが、っていう、この人のね、エロが印象に残るのはね、エロそうなんはちょっとわかりますね。表情にもよく出るんですよ、この人ね。まあ、エロいおっちゃん。エロおっちゃんっていう感じなんで、まあ、なんかキャバクラ同行って書いてましたけども、まあ、なんかそういうの好きそうですよね。だからまあ、こういう表情でも、はい、わかると思うんですけど、まあ、普通のエロいおっさんですよね。まあ、そんなに、やっぱ表情によく出るんでね。まあ、VTuber って書いてますね。VTuber 好きなのかな？そうですね、やっぱそう。顔にね、エロさが出るんですよね。なぜかこう、人間、やっぱ、表情をね、一瞬見て、面相だけじゃなくて、表情を見てほしいんですよね。やっぱね、これ、なんかこれ多分インタビューだと思うんですよね。これインタビューだと思うんですけども、はい、なんかインタビュー答えつつも、多分、エロいこと考えてると思うんですよね。
多分これはおそらく、頭の中でですね、なんか別のことを考えてる表情してるんで、はい、そこら辺の表情を見るのが大事ですね。多分これまあ仕事、お仕事中だと思うんですよ。はい、さっきのね、さっきの写真のネクタイ一緒なんで、はい、これ勝負ネクタイなのかな、勝負ネクタイか、まあ一丁だか分かんないですけども、うん、おそらくこれその、インタビュー答えながら、なんか教育キャバクラとかですね、教育風俗のことを考えてる、状態ですね。全くその、おそらくこっちに相手がいると思うんですけど、これ話してると思うんで、こっちに相手がいるんですよと思うんですけど、その相手のことを一切気にしてないんで、はい、うん、これは分かりやすいですね。非常に分かりやすいと思います。だからまあそこら辺かな。でもまあ別にね、M1 取ったんで、まあ、よかったんじゃないですかね。ただとにかくどう見ても健康運は良さそうに見えないんで、そこら辺だけですかね。だいぶ体調は良くなさそうですけどね。顔に出るんですよね、顔に。だからまあそこら辺かな。まあせっかく売れたのでね。まあ丸原が合ってるかどうか分かんないですけどね。はい、合ってるかどうか分かんないですけど、まあ僕が読むとしたらこういう人ですかね。そう、まあ生活習慣病とかね。まあそこら辺は、はい。やばそうな感じがしますけどね。まあ年も年なんでね。はい、まあ僕らと同じ世代なんで、まあ検査とかはちゃんと行った方がいいかもしれませんね。まあこれはね、顔色悪くないですけど、まあ写真によってはですね、やっぱちょっと顔色がよろしくないのが出てくるんですよね。こういうのかな、顔色と表情がこれ良くないな、まあ、いろんな写真を見ないとダメなんですけども、まあ、こういうの見るとですね、もうどう見ても体調悪そうですからね。さっきのエロいことを考えてた、感じと違うんで、この表情を見るとね、もうこれそうですね。仕事の前に一回、トイレに吐きに行ってる感じがするんで、はい、やっぱこう、ほうれい線がね、バッチリ口にくっついてるのがね、非常に健康悪いんですよね。で、これ油汗かな、まあ、どうらん塗ってんのかわかんないかもしれませんけども、やっぱちょっと表情と顔の色と、ひょっとしたらこう油汗かもしれないんですけども、やっぱこう、この辺でですね、健康運は不安なんで検査とか行ってほしい。あとね、これまあ写真なんでむちゃくちゃ分かりにくいんですけども、おそらくね、白目の色とかがね、そんな良くないと思うんですよね。ここら辺までちゃんと見るんですけども、まあ、いつも さっきの、ね、ちょっと参考に横も入ってんのもね、気になるんですよね。そう、それもちょっと気になるんですけど、何しろね、常に健康面は気になるかなーって気がしますね。なんでまあ漫才師っていうより、まあ新地に飲みに行って、隣の席にいる、東大阪のネジ工場の社長で、体調悪そうなんで、まあママに、あの人に、検査行った方がいいよって言っといてって言ってるパターンですかね。はい、多分僕の中では漫才師にはあんま見えないので、はい、そうそう、ママにね、これよくあるんですよ。あの人に検査行った方がいいよって言っといてってよく言うことがね、飲み屋さんであるんですよ。だからまあそういう感じですかね。はい、まあまあ成功してよかったですけどもね、結局病気とかね、なったらこう成功も意味がないのでね。はい、まあ飲みすぎなのかな。何しろ顔色と表情と、まあ健康面的にはどう見ても良くないですね。そこは間違いないと思います。はい、ということでね、錦鯉の、渡辺隆さんですね。この間、正則さんの方やったんでね、ちょっと、コンビでね、まあせっかくこの年で売れたんでね、はい、長続きしてほしいですから、はい、まあちょっと健康だけには気をつけてやってほしいと思いますね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。傷公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。
動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。